12時になりました。シエスタヨミタン FM ランチ、今日は6月20日火曜日ということで、眼中チャレンジをお届けいたします。この時間は毎週いろんなテーマに沿って健康につながるお話をしていきたいと思います。ということで今日のメールテーマは髪のケアです。どうぞ1時間お付き合いください。この番組は FM ヨミタンの本スタジオより生放送でお届けしているシエスタヨミタン FM ランチ、眼中チャレンジ。この番組はヨミタン村健康づくり推進協議会、ヨミタン村役場健康推進課の提供でお送りいたします。12時4分を回りました。改めまして皆さんこんにちは。この時間は毎週シエスタヨミタン FM ランチ眼中チャレンジと題しまして、皆さんの健康づくりを応援するパーソナリティの平田美希がお届けしていく1時間のトーク番組となっております。どうぞ12時から1時までの1時間、 FM ヨミタンの本スタジオから生放送でお届けいたしますので、どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。ということで毎週ですね、いろんなテーマに沿って健康につながるような、まあ楽しいお話ができたらなとお届けしているんですけれども、今日のメールテーマなんですが、今日6月20日はですね、まあ6月20日というか毎月20日が頭髪の日ということで、まあ髪のケア、まあ髪についてねお話をしていこうかなと思いますので、ぜひ皆さんメッセージの方もお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではここでメールアドレスを紹介いたします。メールアドレスはすべて小文字で fm 数字の786 @ fmyomitan.co.jp、 すべて小文字で fm 数字の786 @ fmyomitan.co.jp です。
また FM 読谷にはホームページまた無料で配信しておりますアプリがございますので、ぜひどちらか利用しやすい方をですね選んでメッセージ送っていただけたらなと思いますのでよろしくお願いします。そして FM 読谷には150-160目余りの、はい、ボランティアのパーソナリティ、そしてねたくさんの番組がございますので、メッセージを送る際は、まあ、私のね番組じゃなくても他の番組へメッセージを送る際も必ず懸命に、番組名の入力をお願いいたします。はい、番組名をね入力することで見つけやすく、そう探しやすくなりますので、ぜひご協力お願いします。この時間の番組へメッセージを送る際は眼中チャレンジもしくは平田美希と打っていただけますと見つけやすくなりますので、はい、ご協力よろしくお願いします。今日のメールテーマは髪のケアです。どうぞよろしくお願いいたします。まあね、後半第4コーナーにメッセージは読み上げていけますのでね、その時間までに送っていただけたらなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで今日は6月20日火曜日ということなんですが、もうあっという間に6月も下旬に入りましたね。早いねもう1週間早いなっていうか、1日1日がとても早いなと思ってもう日々過ごしている私なんですけれども、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。まあね、今梅雨の季節で、まあ、今日はいいお天気になっているんですけれども、昨日すごい雨でしたね、1日中。皆さんの場所は大丈夫でしたでしょうか。まあね、土砂災害で、はい、いろいろね警報とか注意報とかいろいろね流れていたんですけれども、皆さんの地域は大丈夫だったでしょうか。特にね夜もずっと、夕方から夜にかけてもねずっと大雨だったので、まあでもダムの方は貯水率だいぶアップしたかと思いますので、まあ、これからの夏に向けてのねダムの貯水率がアップしてよかったなとちょっと安心はしているんですけれども、まあでも皆さんもそれぞれ気をつけていただきたいなと思います。まあ、今日はずっといいお天気かなとは思うんですが、またね明日とちょっと崩れそうではありますが、はい、気をつけていただきたいなと思いますよ。ということで、去った土曜日日曜日と皆さんはどんな週末を過ごしたのでしょうか。まあ、読谷村ではね毎年そう年に1回読谷村、宇佐会館の方でねハーリー大会が開催されていたんですけれども、読谷村民の皆さんたくさんのね方々来庁しておりましたが、はい、お疲れ様でした。まあね、FM 読谷の方も FM 読谷では、はい、当日、朝からね、はい、中継で、ラジオとインターネットで同時配信をしていたんですけれども、まあね、来場された皆さん、まあ、もうこの日はちょっといいお天気で、本当その前の日と翌日昨日ねすごい天気が荒れていたんですが、日曜日だけいいお天気になって小雨ぐらいでね全然もう影響なかったんですけれども、無事終わりまして、ね、楽しみにされていた方たくさんいたので、中止にならなくて本当良かったと思いながら、はい、私も過ごしておりました。私もね初めて、まあ、FM 読谷のスタッフとして、いつも事務所の方にいるんですけれども、この日は初めて現場の方に行きまして、いろいろと体験をさせていただきましたが、なんかねこっち入る前に2度かなハーリー大会参加したことがあるんですけれども、鐘鳴らしをねしたことがあるんですが、まあ、そういった姿漕いでる姿を見たりすると、あー乗りてー漕ぎてーとかって思いながらいつかねでもこの、まはい、この、いつか、はい、私もチャレンジというかね漕ぐ側にもなれたらなーなんてね、ちょっと遠目で見ながら思っておりました。まあね、あの後輩、まあ、先輩や後輩の皆さんもたくさんいて、はい、もう楽しかったとね、もうみんな感想が楽しく過ごせたって言ってね、また来年は1位を目指して頑張るぞってね皆さんそれぞれ意気込みを言っていたんですけれども、はい、ぜひねまた来年もハーリー大会開催されますので、ぜひぜひまだ体験したことないという方々がいましたら、ぜひね来年ぜひ体験をして、女性の皆さんもね、はい、私の友達も一度も参加したことがないという方が結構いるので、ぜひ女子メンバーで参加できたらななんてね思っておりますよ。ぜひ皆さんも、はい、体験していただけたらなと思います。またこの日の、中継模様はですね FM 読谷の
ホームページからもまた視聴することができますのでね、ぜひこの日に参加された方でまた振り返ってみたいなっていう方々がいらっしゃいましたら、まあ、YouTube の方にもアップされておりますので、読谷村ハーリー大会と打つとね、まあ、2017まで打っていただくとすぐ見つけられるかと思いますので、ぜひ見ていただけたらなと思いますよ。そしてまたその日はね、父の日があったんですけれども、父の日でしたが、皆さん何かお父さんに感謝の気持ち伝えられたでしょうか。まあね、食事会をしたり、何かプレゼントをしたりね、とそれぞれの家庭で過ごされたかと思いますけれども、この日にね、お忙しくてちょっと何もできなかったっていう方は、日を改めてぜひお父さんに感謝の気持ちを伝えていただけたらなと思いますよ。ということで1時間、はい、FM 読谷本スタジオから生放送でお届けいたしますが、第2コーナー第3コーナーは読谷村役場健康推進課のお知らせをしていきたいと思いますので、ぜひ第4コーナー、まあ、最後までね、ぜひ聞いていただけたらなと思いますので、どうぞ1時間よろしくお願いいたします。それでは一旦 CM を挟みまして、今日のお天気をお伝えいたします。それでは今日のお天気をお伝えいたします。沖縄気象台11時発表、沖縄本島中南部今日は曇り、夕方から一時雨、ところにより夕方から雷を伴う予報となっております。降水確率はこの後夕方6時まで 60%、 夕方6時から深夜0時までは 30% の見込みです。日中最高気温は30度、風は南の風やや強く、波は2メートルの予報です。続いて天気概況です。沖縄本島南城市八重瀬町では20日の夜の初め頃まで土砂災害に警戒してください。また南部や 中部でも、土砂災害に注意してください。沖縄本島地方では20日夕方から雷の発生する恐れがあります。また沖縄本島地方、湿った空気の影響により曇りで雨の降っているところがあります。また明日21日の沖縄地方も湿った空気の影響により曇りで、沖縄本島地方で一時雨が降るでしょう。南城市、はい、八重瀬町ではね、今日も夜初め頃から土砂災害に警戒してくださいということで、はい、この後また雨が降る予報となっておりますので、皆さんそれぞれ気をつけていただきたいなと思います。そして沿岸の海域では先島諸島は波が高くなっております。高波に十分注意してください。そして沖縄本島地方20日は高温が予想されているため、熱中症など健康管理にも十分注意してくださいということで、今日はね、日中最高気温が30度となっております。外での作業をされている皆さんはですね、熱中症にならないようにこまめに水分と塩分の補給もこまめにしていただけたらなと思いますので、皆さんそれぞれですね、声を掛け合っていただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。以上、今日のお天気でした。
12時18分になりました。 FM ヨミタンの本スタジオから生放送でお届けしておりますシエスタヨミタン FM ランチ眼中チャレンジをお届けしております。このコーナー第2コーナーからはですね、ヨミタン村役場健康推進課のお知らせをしていきたいと思いますので、どうぞ皆さん引き続きよろしくお願いいたします。はい、ということで読谷村役場健康推進課からお知らせということで、読谷村役場健康推進課では妊婦、乳児から成人までの健康診断や健康相談のお知らせのほか、健康情報を発信してまいりますので、今年度も引き続きよろしくお願いいたします。また昨年度平成28年度から部名と課名が変わりまして、窓口も部屋の方も移動となっておりますので、足を運ばれる際は場所の確認もお願いいたします。またね、出入り口付近にはインフォメーションがございますので、気軽にお問い合わせいただけたら場所の案内をしてくださるかと思いますので、気軽に声をかけてください。ちなみに今の部屋場所なんですけれども、以前までは子ども未来科があった場所となっております。まあね、入り口入って左手行って、まあ、水道課、まあ、水道料金などを支払う際にね、通るかと思うんですけれども、さらにもっと奥が、はい、健康推進課となっておりますのでね、ぜひ、はい、足を運ぶ際は気軽に、まあ、分からない場合はね、気軽に声をかけていただきたいなと思います。そして平成28年度の検診のご案内ということで、もうね、4月に広報読み担と一緒に、はい、いろいろ書類じゃない、パンフレット、はい、パンフレットが届いているかと思うんですけれども、皆さんの手元にありますでしょうか。こちらの今年度のパンフレットは、まあ、白地にね、あのカラフルに、はい、掲載されているんですけれども、もっと使って村民みんなの健康サポートということで、 A4 サイズのパンフレットが全世帯に配布されております。まあ、この中にはいろんな詳細が書かれておりますので、掲載されていますの、いますので、ぜひあの時間あるときに一度目を通していただけたらなと思いますのでね、よろしくお願いいたします。ということで、健康診断はね、年に1回、自分の体のね、状態を確認するための検査となっておりますので、はい、皆さん必ず1年に1回自分の体が健康なのかどうなのか確認をしていただきたいなと思いますよ。もうね、受けられた方も中にはいるかと思うんですけれども、これからという方々、もしくは、まあ、予約を済んでいる方もいるかと思うんですけれども、まだ予約をしていないという方々はね、あの早めに予約を取って、予約をしなきゃいけない方々はね、早めに予約をして、はい、受けていただけたらなと思います。こちらの検診なんですけれども、まあ、個別検診はもちろんなんですが、集団検診も行っておりますので、はい、どちらかを選んでですね、ぜひ自分のスケジュールに、まあ、集団検診を希望される方々はですね、先ほどお伝えしました健康サポートの5ページに検診日が
集団検診の検診日が掲載されていますので、ぜひこちらの日にちをですね確認をして、はい、いただけたらなと思います。集団検診は予約はできませんので、予約なしで受けることができますので、例えばその日に休みになったよという方々はね、はい、ぜひこの日に、まあ、午前中が受付となっておりますので、集団検診を受けていただけたらなと思います。ちなみに6月なんですが、6月26日、来週ですね、来週の月曜日に高志保公民館で、はい、集団検診が行われますので、ぜひ高志保区の皆さん、もしくはね、あの読谷村の方々であれば、どの公民館でも受けることが可能となっておりますので、ぜひ6月26日お休みという方々は、午前中にね8時30分から11時までが受付時間となっておりますので、ぜひこの日に足を運んでいただけたらなと思います。またこの日、胃がん検診も行うということですので、希望の方は、はい、一度目を通してお問い合わせいただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。また7月も2回ございまして、7月3日月曜日に親志公民館で、そして7月20日木曜日にはイラミナ公民館で集団検診が行われますので、これからね、来月の、まあ、シフト制の方々は、来月のシフトを出す前に、はい、休み希望を取ってもらって、まあ、集団検診を、ね、希望される方は休み希望をして、はい、受けていただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。そして集団検診なんですが、今年度もですね、日曜検診が開催されます。日曜検診の日程がですね、7月16日日曜日、そして10月22日日曜日、11月5日日曜日、この3回ですね、日曜検診が行われますので、平日の時間忙しいなという方々、平日は忙しいよという方々はですね、ぜひ日曜検診も行いますので、はい、今年度も3回行われますので、ぜひ希望される方々はですね、一度検診日を確認をして、スケジュールの調整をしていただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。そして今年度もナイト検診行いますので、ナイト検診も実施されますので、日中は忙しいよという方々へ、ぜひナイト検診希望される方は日程の方確認をしていただけたらなと思います。こちらナイト検診はですね、9月28日木曜日にナイト検診が行われます。時間は18時から19時30分となっております。またですね、ナイト検診につきましては予約が必要ですので、必ず予約を取っていただきたいなと思います。また予約期間がございまして、ナイト検診を希望される方は9月1日から9月27日その検診日の前日までが予約期間となっておりますので、まあね、今聞いて今連絡しては、はい、予約期間となっておりませんので、今じゃなくて9月1日になったら、はい、ナイト検診の予約をしていただけたらなと思います。まあね、検診日、ナイト検診の日だけは抑えてていただきたいなと思いますので、9月28日木曜日となっておりますので、スケジュールの調整お願いいたします。そして個別検診につきましては、来年の平成30年1月31日までが受診期限となっておりますので、まあね、通い慣れた病院で受診をしたいという方々は、ぜひ個別で検診を受けていただきたいなと思いますので、各自でですね、それぞれ病院に、通い慣れた病院に予約をして受診していただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。まあね、中には3年4年5年とね、検診を受けていないという方々も中にはいると聞いております。まあね、必ず年に1回自分の体の状態を知ることで、まあね、去年との比較もできますし、2年前3年前とね、今の体の状態というのはどういう状態になっているのかということを自分自身で確認することもができますので、ぜひ自分の体の状態を知るために年に1回受けてください。よろしくお願いいたします。そして、病院へ通院中の方へなんですけれども、病院へ通院中の方もですね、必ず健康診断を受けてください。治療のための検査と予防のための検査は別物です。高血圧の治療をしていても、検診を受けたら糖尿病が見つかったという方もいるそうです。重症化になる前に見つけることができますので、ぜひかかりつけの
病院にですね相談をして健康診断受けるように心がけましょう。よろしくお願いいたします。ということで集団検診、まあ、公民館で受けることができる集団検診、そして病院で予約をして受ける個別検診、または人間ドック、脳ドック、その、ね、中から一つ選んで、はい、あの健康診断年に1回受けていただきたいなと思いますので、皆さん忘れずに予約としていただければなと思います。ぜひね、家族の皆さんで、家族でもぜひあの健康診断受けたかどうかね、あの食事、まあ、食事をしながらはあれか、はい、まあね、あの家族だんだんしながらぜひこういったお話もできたらなと思いますのでね、よろしくお願いいたします。そしてがん検診もぜひ一緒にお時間があれば受けていただきたいなと思うんですけれども、はい、日本人は2人に1人が何かのね、がんにかかると言われております。まあ、がん検診も一緒に受けていただきたいなと思います。また、読谷村でも今、大腸がんや肺がんなどが増えているということですので、ぜひあの健康診断を受けるときにですね、一緒にもし可能であれば、まあ、日にち別日でもいいんですけれども、同時、同じ日にですね、がん検診も一緒に受けていただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。そして、協会健保に加入されている扶養者の方へお知らせなんですけれども、読谷村からですね、がん検診の受診券を発行することができるということで、まあ、がん検診のこの受診券は水色のハガキとなっているんですけれども、この水色のハガキを発行することができるそうです。ご希望の方はですね、読谷村役場健康推進課まで一度ご連絡をしていただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。こちらのがん検診受診券は、まあ読谷村検診受診券ですね、検診受診券と水色のハガキで3枚綴りとなっておりますので、まあ、その中にも、集団検診の全日程が掲載されておりますので、まあ、パンフレットが見当たらないなという方々はぜひこのハガキにも詳細が書かれていますので、はい、ぜひこちらの方も見ていただけたらなと思います。またがん検診を受ける際なんですが、まあ、集団で受ける時と個別で受ける時と、まあね、金額が少々異なりますので、ぜひ集団がん検診を受ける時はですね、事前に料金の確認もしていただけたらなと思います。また対象年齢などもございますので、そちらの方も確認をしていただけたらなと思いますので、ぜひ一度目を通していただけたらなと思いますのでね、よろしくお願いいたします。また不明な点などはぜひあの読谷村役場の方に連絡をしていただけたらなと思いますよ。それでは一旦 CM です。わたむらや一番トントントン、検診リッカリッカトン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 、チャガンジュトントン、わたぶつねんなトン、トン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 、みがんじゅぬしまのよみたんそん。トン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 、イチデジトントン、ワッタブッドデジナトン、トン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 、ワッタムラヤ一番トントントン、検診リッカリッカトン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 、チャガンジュトントン、ワッタブッドネンナトン、トン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 、ミガンジュヌシマのヨミタンソン。トントントン、ガッチマイガッチマイ、トン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 、イチデジトントン、ワッタブッドデジナトン、トン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 、ワッタムラヤ一番トントントン、検診リッカリッカトン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 、チャガンジュトントン、ワッタブッドネンナトン、トン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 。
は12時32分になりました。 FM よみたんの本スタジオから生放送でお届けしておりますシエスタよみたん FM ランチ眼中チャレンジ。引き続き第3コーナーはですね、よみたん村役場健康推進課のお知らせをしていきたいと思いますので、どうぞ皆さん引き続きよろしくお願いいたします。ということで、続いてのお知らせは平成29年度読谷村人間ドック受診方法についてです。人間ドックを希望される場合、読谷村役場健康推進課へ人間ドック希望の連絡をお願いいたします。窓口はもちろんなんですが、電話でも可能となっておりますので、どちらかを利用してください。それではここで電話番号をお伝えしましょう。読谷村役場健康推進課直通で098-982-9211 098-982-9211となっております。そして希望の連絡が終わりましたら、各自で希望する医療機関へ予約をしてください。契約医療機関についてはですね、読谷村のホームページ、もしくは先ほどお伝えしました健康ですね村民みんなの健康サポート、はい、パンフレットがありますので、こちらのパンフレットの方に掲載されておりますので、どちらかを参照していただけたらなと思います。そして予約が済み、また受診日が来た際は保険証、そして検診受診券、がん検診受診券を忘れずに持参してください。今年度の保険証はコスモス色、ピンク色となっております。また検診受診券はもうね、一体化となって3年目ですかね、3年目となるんですけれども、保険証と受診券、検診受診券が一体化となっております。保険証はピンク色ですが、検診受診券は黄色となっておりますので、はい、こちら黄色い部分とピンクい部分を折り曲げるとちょうどね、カードタイプになりますので、保管する際は切り取らずに折り曲げて保管してください。このね、3つを忘れずに受診する際は持って行ってくださいね。そして各医療機関が設定しております人間ドックの費用、だいたい3万前後かかると言われているんですけれども、その人間ドックの費用から特定検診及び産がん、肺、大腸、胃、この三眼検診費用16,392円を除いた分が自己負担額となります。ので人間ドック、希望される方は一度読谷村役場健康推進課まで連絡していただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。そして後期高齢者医療加入者75歳以上の方へなんですけれども、毎年ですね、年度4月に ドック費用補助事業というものがあるんですけれども、こちらの受付期間はもう終了となっておりますが、一度ですね、ドックの人間ドックの県でちょっと問い合わせたいなと、問い合わせ質問などがございましたら、読谷村役場健康推進課まで連絡をしていただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。そして続いては、特定健診受診率の確定についてなんですけれども、昨年度平成28年度の特定健診、受診された方がどれだけいるかということでね、パーセンテージを受診率を出しているんですけれども、昨年度28年度の受診率の確定は今年の10月11月秋頃となっておりますので、ぜひ個人で受けている方、また会社でですね、受けている皆さん、国保に加入されている方で個人で受けた方、また会社などで集団で受けた方々につきましては、この健診結果のコピーをですね、読谷村役場まで提出をしていただきたいなと思いますので、ご協力よろしくお願いいたします。ちなみにその前の年の平成27年度の受診率は 44.3% となっておりました。その前の年に比べて 1.2% 増加しているということで、少しずつですが健康診断を受ける方々が増えているということです。引き続き28年度、また今年度29年度もですね、はい、特定健診、健康診断受けていただきたいなと思いますので、ぜひご協力よろしくお願いいたします。受けて、ご協力お願いしますって、受けて、結果をコピーを提出をしていただくことになっておりますので、提出のご協力をよろしくお願いいたします。
そしてちなみにですね、平成28年度、去年の、まだ確定はしていないんですが、28年度の特定健診の受診率なんですが、3月時点では 40.5% となっておりましたので、ぜひ皆さん、読谷村健康推進課目標は 58% となっておりますので、ぜひ皆さんのご協力あっての結果となりますので、ぜひ10月までに提出をしていただけたらなと思いますので、ご協力よろしくお願いいたします。そして続いては特定保険指導についてなんですけれども、特定健診を受診された方で結果の内容によっては、保健師さん、看護師さん、そして栄養士さんから保健指導が必要な方がいます。ぜひ自分の体の状態を知るための保健指導となっておりますので、必ず受けてくださいねと言われている皆さんは、必ず保健指導受けていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。まあね、今の自分の体の状態を知るため、そしてこれからどうしたらいいのかということでね、いろんなアドバイスをそれぞれの専門の方々からですね、いろんなアドバイスをもらって、これからの未来に向けて自分の体と向き合っていただけたらなと思いますので、特にね、必ず受けてくださいと言われている皆さんは、はい、忘れずに相談を、まあ、指導をですね、受けていただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。また結果が大丈夫であっても、ちょっと不安だなとかね、まあ、一人暮らしをしている、はい、社会人になったばかりの方々もね、自分でね、自炊をされている方もいるかと思うんですけれども、今の食生活で大丈夫かなとね、見てもらうきっかけとなってもらえたらなと思いますので、ぜひ栄養相談も健康相談も随時行っておりますので、気軽に相談をしていただけたらなと思います。まあ、自分のこともそうなんですが、家族のこと、まあね、じいちゃんばあちゃん、両親のこと、まあ、子供たちのこととね、それぞれいろんな悩み事が、はい、不安なことがたくさんあるかと思いますので、ぜひ気軽に問い合わせをしていただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。そして続いてのお知らせは、婦人科健診のご案内です。婦人科健診も個別健診、そして集団健診とございます。ぜひ女性の皆さんは必ず年に1回ですね、婦人科健診も受けていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。そして集団健診なんですけれども、もう5月から始まっておりまして、はい、6月はあさって、今週の木曜日、6月22日木曜日と来週のですね、6月29日木曜日に集団健診が行われますので、ぜひ女性の皆さん、集団健診を希望される方はですね、22日29日に行われますので、その日にぜひ受診していただけたらなと思います。また、先ほどもお伝えしましたが、読谷村健診受診券、まあ、がん健診受診券ですね、はい、こちら水色のハガキが届いているかと思うんですが、こちらハガキタイプで3枚綴りとなっております。3枚目がピンク色のハガキとなっておりまして、こちらが婦人科健診の受診券となっておりますので、こちらの提示、こちらもね、忘れずに持参していただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。また個人で受けられる方々へなんですが、受診期限が来年の1月31日までとなっておりますので、忘れずに受診してください。あと、そう、集団検診を希望される方で、マンモグラフィー検査を希望する場合なんですけれども、検診日の前日の午前中までに予約が必要となっておりますので、マンモグラフィー検査を希望するという方はですね、明日までですね、明日の午前中までに、あさって受けるという方々は明日の午前中までに予約をしてください。こちら同じく読谷村役場健康推進課が窓口となっておりますので、予約をする際は健康推進課直通 098-982-9211 まで連絡、予約をしてください。よろしくお願いいたします。ね、この婦人科健診の全日程もこちらのハガキ、こちらって、はい、水色のハガキ、まあ、ピンク色のハガキにね、掲載されておりますので、はい、女性の皆さん、集団健診を希望される方々は10月までの日程が全て掲載されておりますので、見てみてください。よろしくお願いいたします。そして続いては、予防接種について、はい、今日はお話、今日はってね
第3週目なので予防接種をちょっと細かく深くちょっと話をしていこうかなと思います。読谷村の、読谷村の定期予防接種ということで、平成29年度は B 型肝炎、そしてインフルエンザ菌 B 型、そして小児用肺炎球菌、そして4種混合型のワクチン、そして BCG 結核ですね、そして MR マシン、風疹や混合ワクチンとなっております。そして水疱瘡の予防接種、そして日本脳炎、そして DT、ジフテリア破傷風の予防接種、また子宮頸がんの予防ワクチンというものがございますので、ぜひですね一度、読谷村役場のホームページに健康推進課それぞれ各課のですねホームページの中に、掲載課ごとに分かれてあるんですけれども、健康推進課の方にですねこちらの予防接種の平成29年度の予防接種ということで、一覧詳細が書かれていますので、定期予防接種受けなきゃいけないという方々には、もちろん読谷村役場から通知も送られて、対象年齢の方々には読谷村役場の方から通知が送られているかとは思うんですけれども、必ず目を通してですね予防接種受診期限内に、皆さん受けていただけたらなと思いますので、事前に確認の方もよろしくお願いいたします。また B 型肝炎についてなんですけれども、毎週というかお届けしているんですけれども、去年の10月1日から B 型肝炎というのは定期予防接種となっております。対象者の皆さんにはそれぞれ送っていると思うんですが、忘れずに受けていただけたらなと思いますのでね、よろしくお願いします。この B 型肝炎なんですけれども、対象者というのは1歳に至るまでということで、誕生日の前日までに受けなきゃいけない予防接種となっております。全部で3回接種を受けなきゃいけないんですけれども、必ずその3回を接種していただけたらなと思いますので、保護者の皆さんはですね1歳になる前までに、受けさせていただけたらなと思いますので、そちらのスケジュールもしっかりと組んでいただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。それぞれ対象がございますので、保護者の皆さん通知が、届いていると思うので、いけないお母さんがいけなかったらお父さん、そしてお父さんが行けなかったらじいちゃんばあちゃん、またねおじさんおばさんにお願いをして、子どもたちは特に、大人の皆さんが連れていかないと、受けれませんので、ぜひ必ず受けさせていただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは一旦 CM を挟みまして、第4コーナーはメールテーマに沿ってお話をしていきます。それでは一旦 CM です。トントントン、ガチマイガチマイ、トン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 、イチデジ、トントン、ワッタブットデジナトン、トン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 、ワッタムラヤ、一番一番、トントントン、献身立花立花、トン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 、茶願樹、トントン、わったぶっぷねんな、トン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 、トン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 、みがんじゅうぬしまのよみたんそん。トン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 、イチデジ、トントン、ワッタブットデジナトン、トン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 、ワッタムラヤ、一番一番、トントントン、献身立花立花。
刻は12時47分を回りました。あっという間にエンディングが近づいておりますが、引き続きシエスタ読谷 FM ランチ眼中チャレンジをよろしくお願いいたします。ということで第4コーナー最後のコーナーはですね、今日のメールテーマということで、毎月20日が頭髪の日ということで、まあ、髪のケアのテーマに、はい、今日はお話をしていこうかなと思いますので、ぜひ皆さんのそれぞれ髪をね、まあ、ヘアケアいろいろされているかと思うんですけれども、皆さんがしていることなど、まあどうしね、何か食べ物で気をつけていることなどがございましたら、ぜひ教えていただけたらなと思いますよ。まあ、ちなみに私はまあ、ね、毎月1回美容室に行ってトリートメントをするように心がけております。まあ、私髪が長いロングなので、特にねケアしないと大変だなと、まあ、こんなにのまあ、こんなにって見えないのでわかんないと思うんですけれども、まあね、すごい腰ぐらいまで髪があるのですごいね長いんですが、まあ、絡まっちゃいますので、ちょっと定期的にねやっぱりトリートメントしないと、まあ、自宅でももちろんトリートメントするんですけれども、まあ、月に1回はちゃんとした美容室で、ちゃんとしたっていうか美容室で、はい、もう細かくやってもらうように やってもらうように通っておりますよ。まあね、皆さんもそれぞれケアしているかと思うんですけれども、まあね、日頃どういうことをされていますでしょうか。まあね、私そう髪がこういう風に長くなってから、まあ、いろいろ気づいていた、まあね、今はもうあまり髪を染めることがなくなったので、染めての痛みはなくなってはきているんですけれども、まあ、髪を染めたり髪をパーマをかけたり、そしてストレートを当てたり、まあ、特にまた女性の皆さんは、まあ、おしゃれしますので、おしゃれというか男性もおしゃれしますが、髪もねヘアスタイルもいろいろと変えて、ストレートのアイロンをかけたり、またコテで、ストレートじゃない、巻き巻きしたりねパーマをね巻いたりするかと思うんですけれども、まあ、そうすることでね髪は、はい、少々傷んだりしますので、やっぱりその前のケア、その後のケアなどね必要かと思いますので、はい、皆さんそれぞれねしっかりと自分の髪のケアも定期的にしてくださいね、していただけたらなと思います。まあ、結構ね髪の痛み具合で、はい、ちょっとね見た目が変わってくるんじゃないかなと思いますので、ぜひ毎月20日が、まあ、頭髪、まあの日ということで、まあね、髪についてちょっと髪と向き合うというか髪を大切にする日としてもらえたらなと思いますのでね、よろしくお願いします。またね男性の方で時々髪を伸ばしっぱなしにして、そのまま何もねっていうか伸ばしっぱなしの方もいるかと思うんですけれども、はい、定期的に髪も断髪して、はい、かっこよく、はい、していただけたらなと思いますので、まあね、周りの皆さんが声をかけることもあるかと思うんですけれども、まあ、でもね自分の好きな髪型もあるかとは思うんですが、まあでも周りの声もあ、じゃあやってみようかなっていうきっかけに、ね、なってもらえたらなと思いますのでね、よろしくお願いいたします。そしてね病院で病院の施設などで、施設にいる方々もね多分定期的に美容師さんが、まあ、美容師さんや理容師さんが病院などに足を運んで断髪髪を切ったりする方もねいるかと思うんですけれども、ぜひまあ定期的に月に1回、まあ、2ヶ月に1回でもねこういう時間があったらいいなーなんて思いますよ。皆さんもぜひそろそろ髪切ろうかなっていう方がいたらはい、いたらいいなと思います。それではメッセージが届いておりますので、メッセージを紹介しましょう。しゃ、はい、ラジオネーム読谷大好きさんです。いつもメッセージありがとうございます。こんにちはということで、昨日もすごい雨が降ってましたね。本当ですね、今は全然降ってないですが、この後 60% となっているので今からいっぱい降りますね、またね。ということで、そろそろ梅雨も明けると思いますが、蒸し暑い夏がやってくると思うと気分が下がります。点点点、確かに今度は暑い夏が来ますね。まあ、でも冷たい食べ物が、はい、すごい美味しくなる季節なので、かき氷とかアイスクリームとかいっぱい食べたいな海で、はい、さて今日のテーマなんですが、髪のケアですが、若い頃は髪の量もあって、なんとか部分まで読めない長なんとか部分まで長さになると重たく
どこまでだろう、はい、重たくなっていましたが 今は、年々髪の毛が減ってきています。しょっちゅう美容室に行っていた時代が懐かしいな。特に髪の毛にとってケアはしていませんが、何かあるかな、知りたいです、ということで、はい、ラジオネーム読谷大好きさん、メッセージありがとうございます。まあね、ケアといったら私はもう、そう、シャンプー、リンス、トリートメント、あ、シャンプー、リンスだけじゃなくてトリートメントをしたり、まあね、私はそう、先ほども伝えた言っちゃったんですけれども、はい、美容室に行ったり、またね、美容室の商品というものはやっぱりいいものを使ってますからね、髪にも優しいな、優しいんじゃないかなと思います。ぜひ読谷大好きさんも行ってみてください。あとね、ヘッドスパとか炭酸スパだっけ、はい、とかいろいろといろんな、あと、あのケアも、頭皮のねケアとかもあるので、癒しの時間として、まあ3000円4000円ぐらいでできるんじゃないかなと思うので、そういったこともするのもいいんじゃないかなと思います。毛穴のね掃除をしっかり、自分のシャンプーでは難しい、奥までねしっかりと取ってもらえるのでいいんじゃないかなと思いますよ。そしてラジオネームルンルンさん、やばい、はい、ラジオネームルンルンさん、メッセージいつもありがとうございます。こんにちは。今日は天気が良くなるといいな。南部では土砂崩れもあって心配ですね。今日のテーマですが、髪のケア、髪の、あんな読めないやばい感じがある人を見ると、何してるんだろうと興味津々です。やっぱりわかめがいいのかな。多分ストレスなくぐっすり眠れると心身ともに髪の毛にもいいのかもしれませんね、ということで、漢字が読めなくって何なのかちょっとよくわかんないんですけれども、まあでもわかめとか昆布とかね、髪の、まあ、黒白ごめんなさい、何言ってるかわかんないよね、はいはいまあでもストレスなく、髪にもね、ストレスで髪の毛にも影響が出ると言われてますからね、はい、皆さんそれぞれ食べ物にも注意しましょう。あとはストレス抱えないようにしましょうね。あともう一件メッセージがあるんですが、ちょっとメッセージが読めそうにないので、これは来週に回したいなと思います。初めてメッセージ送った方なのにごめんなさい、申し訳ないです。ぜひ今日聞いていたのであればまたごめんなさいね、来週も聞いていただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、1時間お届けしました。シエスト読みたん、いかがだったでしょうか。また来週もよろしくお願いします。来週のテーマは好きな寿司ネタです。よろしくお願いします。ここも頑張ってね、バイバイ。